どうもピッピッピッピーデです。今日は対馬のお店紹介ということで、今昼ご飯を食べに行くんですけど、こちらですね、猪鹿町というお店です。こちらですね、対馬はイノシシとかシカがすごいいっぱいいるんですけど、そのイノシシとシカが食べられるお店です、ね、なかなか食べられないですからね。それをね、まあ、ランチで、まあ、焼肉みたいな感じで食べれるんですよ。なんで、まあ、対馬のシカ、イノシシ食べていきたいと思います。それではレディーゴー。こちらを食べます。イエーイ。こちらでね、焼いていくスタイルです。こちらイノシシの肉です。もも、バラ、ロースだそうです。で、野菜もついてます。イノシシから、ご飯は大盛りと普通が選べて大盛りにしました。味はあんまり変わらない。ちょっと硬いぐらい。バラかなこれ。うん。美味しい。柔らかいし。あんまね、変わんないんだよ豚肉。ロー。油が少ないよね、やっぱりヘルシーな感じするね。よいしょ。なかなか食えないですからね、イノシシなんて。喜ばれ。塩コショウで食べられたい。はい。鹿のどの部分なんですか。どれぐらいかな。胸ですか。いや、胸じゃないですよね。聞いていきましょうかね。鹿です。鹿の。すごい。よいしょ。ロース美味しい。ロース美味しいよ。油多め。対馬産のイノシシですからね。すごいですね。もう、これ全部。もものなんか内側かな、なんか四季報とか言われたけど。これ全部対馬の鹿。すごいですね。近くイノシシが今多いので。そうですよね。それを駆除するだけじゃなくて食べれるってことですね。すごい。おいしい。鹿のもも肉。値段も安いしね。800円。すごい。塩で。イノシシの方が硬いかもしれない。すごいね、キャベツと一緒。
分厚いし、なすと、ごちそうさまでした。いやー美味しかったです。イノシシと鹿。あれでね、まあイノシシだけだったら800円のランチですからね。すごい安いですよね。プラス500円で鹿を頼んだので1300円でした。お腹いっぱいですね。一人だとね、と食べるのが大変でした。はい。でもイノシシとかね、鹿ね、食べる機会たまないと思うし、このね焼肉形式で食べれる店なかなかないんで、ぜひイノシカ町のランチ食べに来てみてください。場所はね、対馬空港からすぐ近いんですよ。もう車で5分ぐらい、うん、僕の住んでるケチ周辺にあるので、まあぜひ対馬に来た際にはイノシカ町行ってみてください。はい、以上です。この動画がファンタスティックなと思ったらグッドボタンを押します。それではバーイ。